殴っていくし友情も出していく。この一殴り絶対やべえぞ。いやそりゃそうだよね。うん、だって6倍ですもん。ドッキラー M の枚数 EL ですもん。おかしいですもん。え、これさくら化けてないこれえ、これさくらさん化けてません？なかなかに。オッケー、いいね。うわ出すね。うわめっちゃ出すね。はい、追撃。え、めっちゃ強い。え、こんな強かったっけ。え、ふっふっ、うわーうわー強い。てか広範囲、えぐい範囲出たね今。え、よう出したね今。広はい、皆さんこんにちは、アシオです。よろしくお願いいたします。てことで、情報修正が来ました。20時過ぎました。まあ僕のデータ入ったの20時20分ぐらいだったんですけれども、早速情報修正されたキャラ使っていこうかなと思うんですけれども、まあ、前回ね情報修正の一覧を見てみるみたいな動画を上げたんですけれども、そこで、かなりねコメント欄とかでも話題になっていたキャラを優先して使っていこうかなと思います。加えて、自分がちょっと気になってるようなキャラを使っていこうかなと思うんですよね。はい、じゃあまず今日使っていこうと思うのはノンノ。はい、まあ、ノンノが、まあ、ドッキラーがドッキラー M になりまして、友情ブースト M がもらえたと。はい、で遊撃 L がついてる120レベルのねノンノ、まあこれ重心が下位なんですけど、はい、全敵超めてよ9万8000、まあ、約10万ですよ、うん、これが理想値までいくと40万でしょ。全体に40万の友情になるわけだ。40万ってねえ、40万は強いよ。ああ、なんでまあちょっとその友情を見ていきたいっていうのももちろんそうなんですけど、もちろん何個かクエストいくんですよね。はい、まず殴りの方をちょっと見ながら、その後に以上友情とかを見ていこうかなと思います。でこれ終わったら俺さくらも気になるんだよね。さくら、はい、なんでさくらとあとで再装も使いたいんだけど、どうしても動画長くなっちゃうから、まあ1体1体を適当に使うぐらいなら、まあ2体ぐらいに絞って一旦ゆっくり出していこうかなと思います。のんのさくらいってみます。はい、じゃあまずのんのと、はい、のんの殴り見ていこっか。まあね、やっぱりその古いキャラなんでね、最先端のクエストにね適性を持ってるみたいな感じではないんですよね。なんでできる限りね、うわ毒ちょっと当てづらいなそれ。できる限り古いクエストになっちゃうんだけど、いいところは見せれるようにしようかなとは思ってますね。はい、じゃあこれ毒になりましたよ。はい、いやこれこれそういうクエストじゃねえからな。なあ、そういうクエストじゃねえからな。友情で溶かしてるけどな、下の鳥な。毒になっちまえばこっちのもんってことか。さすがにな。ああ、さすがにな。そこまではな。じゃあこの辺の序盤は。これ上のやつ入ってんのやばくねえか。ねえ。え、これ普通に上のやつ友情入っちゃってんのやばくないか、これ。え、入ってるよね、あれどう考えても。え、これどうなんの？え、それはまずくないか、それは。それはまずくないっすか？だからクエストとして間違ってませんか？それは。で、毒キラーが乗ってくるキャラなんでね、やっぱどうしても毒キラー M の部分と友情ブースト M が乗るんで、友情キャラって感じに見えちゃうんですけど、ノンノのね、前からのいいところって言えば、やっぱりね、殴りも強いところなんでね。地雷でマインスイーパー EL。冷静に考えたらやばいこと言ってますよ。マインスイーパー EL で地雷3倍。から、毒になってたらそれ2倍だよ ?6 倍よ。で、さすがに、冷静に考えたらこれ殴りも結構やばいこと言ってて、これ友情やっぱやばいっすね。今さらロックオンレーザーって感じには僕正直なってたんですけど、これ友情も普通に強いな、やっぱな。まあさすがに強いか。4倍だもんね。ここまでならやっていいって思ったってことでしょ、モンストさんは。これさ、これちょっと待って、これ普通に殴って倒せる？さすがに無理。毒になってても無理か、さすがにな。うん、じゃちゃんとやろっか、ここは。一旦ね。一旦、ちゃんとやる形で進んでって。これ、中ボス以降楽しみやな。これ、毒になったら、ここに来た理由はね、あんまり高難易度適性ってのがないってのと、本来、殴りとか友情で倒すようなところじゃない方に行った方がね、わかりやすいかなと思って来たんだけど、ちょっと、さすがに無理かなって思いながら来たんだけど、いけてんだよね。やばいね、こいつ。いや、情報修正、こういうのがあるからいいんだよな。やっぱ情報修正大事よな。これだけで上がるもんな。もう下のやつ死にそうになってるもんね。なんでか知らないけど。意味わかんないもんね。こうなっちゃったらね。このクエストでね。うん、さすがに倒しきりはしないと思うけど、普通に殴り入っちゃってるっていうね。それがやばいね。これ毒になったら、まあ、通常殴りでもある程度削れちゃうね。おかしいね、これ。クエストとしてちょっと成り立ってないね。はい、倒しちゃって、
あ、ちょっと遠いな。できればね、ここの友情を見せたいんですけどね、絶対フルマンになっちゃったんで打ちます、はい、いいね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 、それぐらいにしといて、あなたはちょっとおとなしくしといて、でこれを配置すると、地雷なんて使わずに配置をしに行くと、はい、これ得意になってないですからね、まあしょうがないね、これぐらいのダメージだろうね、はい、でいやーまあまあいっか、しょうがない、もう出しちゃうか、はい、地雷拾いながらちょっと毒にして、いやこれ毒殴りやばいだろうな、もうなんか今ヤバさの片鱗見えたね、右のノンノの友情でね、はい、じゃあこっから殴っていくと、あ、殴っていくし友情も出していく、この一殴り絶対やべえぞ、いやそりゃそうだよね、うん、だって6倍ですもん、ドッキラー M の枚数 EL ですもん、おかしいですもん倍率、そりゃそうなりますわ、ちょっとこれ毒もう一本欲しかったな、いやこれだってまあ通常時の友情もね、毒になってない段階でそもそも2倍になってますからね威力、これ抜けてくんねえかな、あー抜けねえか、まあ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 倒してくれたんでしょう、だってこれが2倍でんだろ本来ダメよね、もうやってることがむちゃくちゃよ、もうこれは当たんないか、うん、まあさすがに当たんねえか、いやいやでもずれてちょっと当たってるよ、明日行っちゃったらかわいそうだよ、すごいよそれ、ビットンタゲにしますからね、でこっから超ウィンドの加速も入るって考えたら強えな、ズドンと、あーこれが毒キラーのねレーザーの威力ですよ、いやでもこれ今までできなかったことできちゃってるね、ほんとね、こんな立ち回りしたことねえもんな、ザコムシとか、はい、でこれもうどんどん2点当たったらもうゾンゾンと、やっぱ情報修正ね、うん、やっぱ結局情報修正、これ友情あんま分かんねえかなと思ったけど友情も結構分かりやすいっすね、うん、まあ、本来見せたのは殴りなんですけど友情も十分分かりやすいからこれでもいいかもしんないね、毒になって、まあ、毒からの友情は凄まじい威力出てますな、まあ、ここはね一旦ね、なんで下のやつ死んでんだこれが下のやつ死ぬっていう状態になるのがおかしいんだよそもそも、うん、で毒キラーとこれ変に殴ったら倒して、あ、オッケー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 、これならいいね、うお、すごい跳ねてました、やばいそれは今しれっと見れましたね、毒はなってなかったの今、毒なってなかったの今、恐ろしい子、いやーてか友情がもうそもそも威力高くなってんな、バッチバチに削れるね、だこれ多分倒しちゃうっしょ、うわっ、あこれでも毒なってないんだよな、毒なってないけど次マップいきますか、うん分かんねえからな、もう手順蒸し具合がやばいね、まあ今更ね、あの他のキャラでもできることではあるんですけども、前のノンノにはやりづらかったことができるようになってるんだけどもね、情報修正しっかりできてると思うんで、はい、まあ、まあ毒にするのを最優先ですよ、すべては。意味わかんないよ。死にそうになってるよ、地雷ないのに。もうこうなっちゃったらいよいよ意味わかんないんだよね、本当に。このクエストでこういう事態が起きてること自体が。やべえな、削れてんの。これおもろいっすね。いやー、いいね。やっぱもう、情報修正キャラこうじゃなきゃね。なんかやっぱ目に見えて変わってくれた方が嬉しいからな。しかもノンノ結構好きだったしな、当時。ノンアルが出てからね、あのちょっとノンアルに引っ張られたところありますけど、ノンアルすげえ好きだったからな。あ、ノンノ超好きだったからな、一時期。出たばっかの時俺結構ノンノね、好きで使ったんだよな。これはちょっと倒しきれないけど、こいつさえやれば。いや、無理だな。どうしよっかな。いやすごいコースになっちゃったわ。 3P もギリ無理かな。いや友情強すぎてやっちゃうんだよね、せっかくローにしたやつがね。でこっからもう一回蘇生されてそいつをしばいて毒にしてね、でやっていくわけでしょ。いや毒にすっか、最初毒にしとくわもう。はい、毒にしてやれるでしょってこれあ、これやばい、マジでこれやばいよ。剣あるもんね、これ4巻だろ。とりあえず毒どこ行った。あれこれ毒直されるっけ。直されるってことはねえよな。あれこれ毒は毒にします。 あそっか、
最初に毒になった時からあの更新されないんでね、新しい毒入れてもね、そこでちょっと今更新されない毒が切れたのか、ちょうど。え、待って、毒は、え、こいつで毒になんないの、ちょっと待って、驚愕の事実が発覚したんだけど、え、毒にならないんだけど、え、毒にならないのこいつ、え、こいつ毒なんないの、すげえこと知っちまったわ。え、じゃあしばきまーす。え、毒にならないのはダメじゃない、それはズルじゃない、あー、ほんとだ、撤退しない、分身なんだここ。え、これ書くのはそうかな、え、初知りなんだけど、知らなかった、真面目に。ここも分身か、じゃあ。まあね、あの1個ボス分身だからって全部分身になるっていうこともないんでね、このゲーム1か所だけ分身みたいなのも結構ザラにあったりするから、それを信じて毒を投げてみたいですね。で、これ逆に全部あれだったらもうやり直しや、うん、取らん、ここで毒ならないやつに用ないもんね、俺今普通のロンド使ってたのかマジかよ。あ、なった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 、よかったわ、よかったよかった、なんでそういうことすんだよ、危ねえよお前、普通のノンノ使ってみたいになるとこだったわ。オッケー、じゃあここはなってくれるんだ、知らんかったわマジで、本当に知らんかったわ。オッケー、じゃあもうこれで毒になっちまったんで、もうお前の寿命は近い、これミスター死ぬから、オッケーオッケーオッケー、いや、ここ一撃ボーンいっときたいよな、 SS でボーンいったら多分飛ばせると思うんだよな。え、もう治った、元気だね、え、めちゃくちゃ元気だね、すぐ治るじゃん、え、そんな早く治ります、毒なりました、これで吹き飛ばす準備ができました。え、これで多分飛ぶだろ、これぐらいの火力持ってたら。もうやばいよそれ。はい、自走倍率マイスイ EL3 倍、ドッキリ M、 もう多分とんでもない飛び方してると思う。で、これさ、元に戻るっていうのも強いんだよね、こうやった後に地雷持って着地したら、その地雷をまたね、弱点にポンと殴れるんでね、さすがにバフとかもないし紋章もないから、過激もね、がっつり持ってるわけじゃないからね、全ゲージとはいかなかったけど、多分半分以上は削れてるんじゃないかなね、それぐらいの火力今持ってるはずなんで。でもそもそもなんかあの毒のあれでドッキラー M っていうのがちゃんと入っているクエストなのかわかんないけど、ああ、まあでもこんなもんか、あのローから削った割には微妙だな。うん、友情でバンバン出してた方が絶対削れてるもんなこれな。はい、まあでもノンノ強くなったね、ほんとね、いや、ノンノ強くなったの嬉しいっすね。まあ使う使わないは一旦置いといて、まあ、強くなるだけでいいっすよ。うん、あとはさ、今回情報修正されなかったやつらってさ、結構あれよね、近いってことだよね。で、今日のライブでさ、面白いこと言ってる人がいてさ、初期勢のさ、ハンキンストライク、アグナムートあたりが何一つ修正されなかったんだよね。中でも、ガチャゲンの中でも、ちょっとパワーはまだね、もう最前線にはいないかなっていうキャラなんだけど、そいつらが、なんか初期勢の方が全然触られなかったから、新しい進化形態とかも考えられてるのかもね、みたいなコメントもあって、ああ、それも考え方として面白いなって思いましたね。はい。なんで、その辺もテコ入れしてほしいですけどね。うん。はい。ということで、また違うキャラ。まあ、ノンノもね、ちょっとね、正直ね、もうちょっとね、分かりやすいクエストはあると思うんだけど、どうしても高難易度適正がなかったんで、まあ、高難易度適正もあるような、他のキャラもね、次使ってみようかなと思います。はい、ということで、第2号、サクラ、行ってみようかなと思います。まあ、ちょっと簡単なステージになっちゃうんですけどね、どういう感じになったか、でもサクラはさ、でも、分かりやすく変わったからな、友情コンボが、そもそも、そうだよね、オールレンジバレットから、鋭角3方向に変わってるんで、相当変わったと思う。で、1体目のサクラ、俺、超砲撃になってるんで、爆発を2体連れてきましたと。これはやばいでしょ、だって。いきます。やば、え、何？こんな強かったっけ、この友情。え、しかもさくらこれ、あれでしょ？超ワープ追加されてるから、ワープのステージにストレスなくいけるようになったんだもんね。3P の方はね、超撃されてないんですよね。いや、これ偉いな、超砲、これ。めちゃくちゃね。で、SS の威力も上がってるらしいから、え、これ結構。あるか、もしかして、え、これ砲撃の鋭角って初だよね、あれ、これいたっけ、ごめん、ちょっと俺のあれ知識不足かもしんないけど、鋭角はいないよね、え、これ強くないっすか、え、しれっとこれ砲撃で最初持ってきてんのやばくない、え、これ強いよねだよね、これ
まあ、2体でこれだからね、しかも。え、これなかなかやってないっすか。え、だってこれダメオワープ飛行だろ。え、で SS の威力も一応ターンも4ターン減らされてね。でドレイン持ちなんでしょ。え、これなかなかやらんか。この後今後これなかなか超絶斬撃も強いですからね、普通に。あ、気持ちいい。これ気持ちいいな。やっぱ鋭角だと違えな。相当変わるな、これ。気持ちいいな。攻撃力どれくらい上がったんだろう。あ、え、これめっちゃ上がった。これ5000持って2万9000ぐらいってことだろう。え、元の桜めっちゃ低くなかったでしたっけ。なんか2万6000、7000ぐらいで止められたけど、2、3000上がってそうだね、これ。あの手前の動画のステータスちょっと見直してみないと分かんないですけど、え、どれくらい上がったんだろう。結構上がってそうだけどね。なんか進化桜のイメージから桜って攻撃力高く感じるんだけど、結構ね、重心から下げられたんですよね。なんでこれめっちゃ上がってるかもしんないね。え、これさ、 SS の威力も相当変わるんじゃない。じゃあこれ SS も使ってみようか。さくらの SS いいんだよな、めっちゃ。いやー、てか鋭角さんここやっぱ強えな。まあね、こんな場所最近だったらね、もうジギドーンってぶっ壊すやつはいっぱいいるんですけどね。うん、それでもやっぱ、いや、代わり映えあると情報修正って感じしていいな。これ神化桜思い出すよね。神化桜がさ、本当に意味があるのかってぐらいの威力のさ3方向を出してたんだけど、その意味があるのかっていう3方向がすごい印象強く残ってるんだよな、桜って。いや、桜な、俺シンク桜好きだったんだよな、めっちゃな。むっちゃ強いランダ SS、 あの超長いランダ、あれすげえ好きだったからね。あれ取られた時ショックだったけど、まあでもこれぐらいね、あれしてくれるならね、また違うところをね、魅力的にしてくれるならいいけどね。オリジナル SS がつくってすごいよな、マジでな、さくらな。だこれ未だにさくらしかないからね、この演出ね。うわ、剣はやだな。意味わかんない、意味わかんない。何で削ったん今。え、斬撃か、斬撃で削ったな、多分な。はい、ってことで SS がもう次の 3P で打てるから、上の雑魚処理した後打ちましょうか。はい、雑魚処理してる間にちょっと避けたかもしれないよ。残念、やめろ。残念。 OK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  よ。最初に触れた敵だよな、触れた敵に。あ、違うか、これメテオ系なんだっけ。いや、じゃあ、え、なおさら打ちづらいわ。絶対出ちゃうもんね、これルナのせいでね。次打つか。あ、次打った。次の桜めっちゃいい位置だから次打ちます。いや、これ打ってよかったかもしれない。いや、強い強い強い。まあこれルナで引っ張って終わると思うんで、ルナで引っ張って次開幕打ってみようか、さくら SS。 さくらの SS めっちゃいいからな、あれが威力上がったって。正直ね、あのね、前を覚えてないね。うん、前をね覚えてない。なんか、あ、ぶっ壊れたみたいな感じにはならなかったと思うんだよね。ただ演出がめっちゃいいっていうイメージしかない、さくらは。ある程度は強かったと思うんだけど。さあ、打ってみます。これ全員避けたいんで、避けるような打ち方しよう。自走結構取ると思うんだよな、どうしよう。まあ、下下がっていく感じで猫避ければ倒しきりはしないと思うんだよな。いや、強っ。さすがに大丈夫、倒しきんない。 OK、 いいね。で、桜が、そうなんだよな、超かっこいいんだよな SS はな。けどあれなんよ、持ち越しとかがないからな、どうしてもな。あ、これじゃあいいじゃん。これなら追撃の部分だけ見れるわ。自走がそもそも結構強かったからな。これ無限ループ編いけんのか、いけない編か。きついな、これ爆発避けんのがマジ難易度高いわ。え、地獄みたいな位置にないじゃん、爆発避けるって面で考えると。こうします。まあ、ちょっと最後ルナに引っ張れちゃうかもしれないけど、猫で当たるんで大丈夫だと思う。 OK、 いいね。うわ、出すね。うわ、めっちゃ出すね。はい、追撃。え、めっちゃ強い。え、こんな強かったっけ。え、これって情報修正のおかげ。え、こんな強かった。ちょっと違うところも行ってみましょうか、さくらに関しては。行ってみます。はい、ということでエルドラドですね。エルドラドにちょっと来てみたんですけど、助かる。それはマジ助かりますね。これ、いや、そうだよね。だってこの優勝威力って、だって今最先端だもんね。うん、そりゃそうだよね。
そうなっちゃうよね。だって強いもん、だって今の時代の友情威力だもんこれ。いやそうだよね。オッケー、分かった。じゃあ俺が弱い、強いって言ったのは間違いじゃなかったってことがもう判明しました。うん、確実に強いわ。うん、間違いなく強いですねこれは。え、これさくら化けてない？これえ、これさくらさん化けてません？なかなかに、これなかなかに化けてらっしゃるよね。これ砲撃に持たせていい友情じゃなかったよね。え、今のところ全マップいってたが、さすがにパワー型では加速しちゃうんですね。これ化けてらっしゃるね。え、もうとんでもないなくなり方してるもん、いろいろ。いやいやいや、強いよこれ。これ友情強いな。もうわけわかんねえな。エルドラドってなんだっけってなってきたもん。そういうクエストだったっけ。そうだよね、パワーボールで殴るクエストだったよね。まあエルドラドしばらく行ってないってのもあるけど、これやばいな。これまたアトムとかともすげえ相性がいいね。加速爆発でね、あの追いかける系マジでね、加速爆発と相性めっちゃいいんで、これ本当にアトムマジ笑い事じゃなく、笑ってないけど笑い事じゃなく相性いいっすね。アトムここに来てアトム、え、じゃあ打ってみっか。これもう2段階目溜まってっかんな。さっき SS 威力が全然分かんなかったからさ、それをちょっとちゃんとやりたいんですよね。はい、しかも結構打ちやすい位置にいるんで打ちましょうか。ずれんな、オッケー、ずれなかった、ずれたわ、がっつりずれた。これ下下がっていけば多分あんまりダメージ入れないで済むんだよね。たまたま多分速攻ぶっ壊しちゃいますけど、はい、多分大丈夫です。いいんじゃない、いいよこれ。はい、どれぐらい出しますかと。こんな強かった、本当に、え、こんな強かったっけ。え、マジこんな強かったっけ。ちょっとこれだけ当たってみようか、次ボスだけ。あ、ちょっとパワーアップしちゃってるわ、パワーアップしちゃってるけど、え、こんな強かったっけ SS。 え、威力上がったって何しちゃったの。マジこれ、え、これ何したん。え、こんな強かった、あれ俺さくら使ったよな動画で、こんなに強いイメージなかったけどな。こいつ最前線帰ってきてね。ちょっとこれ俺があれかな、さくらのこと知らなすぎ。あれさくらめっちゃ強くなった。いやこれ友情強っ、そりゃそうだよな、ね、鋭角三方向だ、そりゃ強えよ、攻撃だもんな。え、これ強くない。え、これ強いよな。どうしちまったんだお前。やべ、これ手前で同じとこで撮っときゃよかったな。言ったじゃないですか、撮るって手前で言ってたじゃないですか。あの動画撮った後普通にお家帰るじゃないですか、今日会社来るじゃないですか。まあ普通に無理だったね。うん、普通に無理だった、撮る時間なくって手前のキャラとか全部撮るとかできなかったんですよね。だから比較対象がないんだけど、え、これ恐ろしいっすね、こんな強かったのかな。え、これ過去からずっと強かったならマジ申し訳ないことしてるわ、さくらちゃんに。うん、え、ちょっとこれもう一体ぐらい使いますわ、もう一体ぐらい何か違うの使ってみます。はい、ところで最後は霧隠れ斎藤。まあこれはちょっと使ってみたかったんですよね、個人的にね。これだってやばいこと言ってるもんね。ね、わけわかんない身ちょっとついちゃってるんで、ほんと申し訳ないんですけど、本来遊撃つけたいよね。本来遊撃つけたいんだけどね。はい、まあ変わったのがマフージ M がマフージ L になったってところと、あとこれ SS だよね。スピードとパワーがアップ、あと友情ビットを展開。まあこれを2段階目で撃って、ツインタンクバジョーンをやったもんなら、2.5 倍のレーザーが、3本出る。これ言ってることめちゃくちゃやべんだ。これ多分会員魔人なんで、それにちょっと使ってみようかなと思います。会員いじめして今日は終わろうかな。はい、まあ最初はちょっと SS を貯めながらね、あの行かせていただきますけれども、うん、いやーでもやっぱキラーね、特化キャラがね、こうやって一撃ドーンゲージ飛ばしもできるかもよみたいな友情を持ってくるのはマジでいい。だってこれツインダンクよ、ダンクじゃないからね。ツインダンクでいつもより2本多くじゃないか、いつものダンクが2本出て 2.5 倍でそれがビットで3倍って、これはもうあからさまに面白い匂いしかしないわ。うん、一番楽しそう。いや、てか一番、あの、文章を読んでて、あの、公式ホームページにさ、出た時、あの、いろんなキャラが出たじゃないですか、情報修正が。それが出た時に、一番、えってなったのが、のんのと斎藤だった。
うん、お、すごい手伝ってくれてる、食べるの。ありがてー。これでもう、もうガンガン行ってよさそうな。行きましょうか。で、一応コピーも連れてきたんだけど、友情ビット多分関係なかった気がするから、うん、普通に友情ビット展開して、サイゾーのダンク出すって感じでやっていこうかな。はい。まあ、2段階目で打てば、ある程度継続ターンも取れるんで、死なないことを目標にしたいよね、あとね。このサイゾーが。まあ、多分大丈夫ですけど、メンバーが強いんで。オッケー、いいよ。で、1P をいつ打つからな。ボスインいつか覚えてねえわ。でも右下に出てきたと思うんだ。だから真ん中に置きたいね。で、今回全部貫通タイプだから、こんなんもう多分一瞬でしょ。ザーンつって。おー、でも一瞬じゃない。あ、でもそんなもんか。これ乗ってるよな。乗ってるよね。マフージ L 乗って、まあ今ぐらいか。まあまあでもそんなもんなんか。じゃあ3本出ても全ゲージ飛ばしたかはいかないかもな。さすがにな。芯食えばいけるかもしんねえけど。弱取ってたよな、多分今な。1本しか取んなかったからとかはあるかもしんないけどね。剣、え、これいいっすか。え、これ打つかも。打って、いや待てよ。え、いいよね、打って。打って、打って、打って。打って、下下がってこい、これで。ちょっと下がってきてね、サイズを。下がってこなそうだわ、これ。まずいね、それは。え、全然ダンクできそうな、できなそうなとこ行った。え、まずいよ、サイズさん。それは出せないよ。まあ、一回剣取ってるし、剣取ってねえときにちゃんとやるか。3ピンか溜まってねえから。リバースじゃね、光だよね、これね、リバース。ねえ、いや、マジか。もうちょっと角度強めに打てよかったな、今。ワンチウィンドもあるしな。これ引っ張ってくんねえかな。もう引っ張ってほしいまであるわ。あー、引っ張ってほしかったわ。これ無理だよな、さすがにな。さすがに無理だと思うんだよな。うん、ちょっと普通に下降りるか。え、でもこれビットなくなんない？ 2 周続くっけ。気合い出すか。ふっふっ、うわー、うわー、広範囲、えぐい範囲出たね今。よう出したね今。広いな範囲。えぐい範囲かばしたな今。ガンダムやん。やば。広。あ、おもろいっすねこれ。え、見た目がすげえ変わったね。これおもろいなマジ。色変わんないんで、これ打ってもいいな。これ多分2ターンとか続くはずなんで打ちますね。広っ、マジ広かったな今。あ、最高の位置いってない？あなたそれ、え、やばいよそれ。めちゃくちゃな広さしてたよね今。あそれは終わったよお前。え、マジで終わったと思うぞそれ。これ届くかな。ちょっと余計なことすんのやめっか。これこれでいくわ。これめっちゃ広かったんですよね範囲。これやばいな。はあ、やばいねこれ。これマジで面白そうだな。相手魔族魔人だったら。え、これ、ちょっとサイズを好きになりそうだもんね。これ遊撃モーションないからね、今ね。これ遊撃ついたらやばいな。え、これサイズは面白くないこれ。うん。大事なの、大事なことを思い出したわ。うん。実用性じゃねえわ。面白そうだわ、これ。うん。サイズが優勝です。うん。今のところ俺サイズが今のところ使ってて面白かったな。まあ俺ちょっと使うとこ悪かったけどな、今日はな。うん、あんまり難しいところで使ってないからな。まあ、マックス爆絶だったんで、もうちょっと難しいところで使った方が、キャラの性能自体は分かると思うんだけど、まあ、初感を大事にしたいんでね。うん、斎藤くんはね、ちょっと、運極なんだよな。これちょっと使いたくなる性能してるね。即殺遊撃かな。今の感じだとね。まあ、ビット展開はね、いつも通り、1周、2段階目1周の、1段階目は2ターンかな。打ったターン含め2ターンとかかな、多分ね。いや、これはおもろかったっすわ。はい、でまだねちょっとね、あの情報修正がまず来てから、そのアプデが入ってからですね、データ更新が入ってから30分40分ぐらいしか経ってないんだよね。なんでまあ実際どういうキャラが今すごい強いくなってるのかっていうのを把握しきれてない部分があるんだよね。まあその使えないキャラももちろんいるんで、なんで、まあ、また後日ね、その使ってみて、あ、こいつの方がやばかったわみたいなのがあったら動画化すると思うんですけれども、現状ではまあ気になったところだったりとか、まあ前回の動画でコメント欄とかでこれやばそうだよねみたいに言われたやつっていうのを優先して使わせていただきました。いや楽しかったわ。うん、なんか新しいキャラが出る感じでいいんだよな、情報修正ってな。うん、修正されただけなんだけど、やっぱ化けるやついたりするからね。うん、あとは背徳とか義務も気になるんですけど、今日はちょっとね、長くなっちゃうんで、これでおやめにしたいと思います。ということで、ここまで見てくださった皆様、ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。あとですね、
ここで強かったよとか、こいつの情報修正やばかったよっていう情報ありましたら、ぜひぜひコメント欄によろしくお願いいたします。ってことで皆様ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。